こんにちは、キャロルです。今日はいびきを改善する筋トレを紹介します。今までいびきをかかなかったのに最近いびきをかくようになったという方が増えています。これはある部分の筋肉の退化により起こります。前々回の動画ではスプーンを使った舌の筋トレを紹介しましたが、実はもう一箇所いびきを改善するために鍛えなければならない部位があります。そこで今日はその部位を鍛える筋トレを紹介していきます。この動画を見ると鍛える部位と具体的な筋トレのやり方がわかります。またなぜ舌の筋トレだけではダメなのかについてもわかるようになりますので、ぜひ最後までご覧になっていてください。このチャンネルではいびき、歯ぎしりが股関節症など歯医者さんに通っているのになかなか良くならない症状の改善法などについて発信しています。不規則な投稿になりますので、まだの方はお見逃しのないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。筋トレを始める前に口を開けて寝ることがいびきの原因になっているというお話をします。理由は2つあるんですけれども、まず1つ目は口で呼吸するとアデノイド肥大を起こすからです。アデノイド肥大についての詳しい説明はこちらの動画でしてますので、後ほどご覧になっておいてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アデノイド肥大があると鼻の通りが悪くなるのでいびきの原因になります。最近鼻の詰まりを少し感じるようになった、口を開けて寝るようになったという方は、ブリーズライトのような鼻甲拡張テープを鼻に貼って寝ると一時的にはいびきが改善されるかもしれません。ですが長期的に使うと、この鼻にテープを貼ったところの皮膚がむけたりとか荒れてしまう可能性があるので注意が必要です。理由の2つ目は口を開けて寝ると舌が緩んで喉の方に落ち込みやすくなるからです。寝る姿勢はこう横に向きになるので重力が首の後ろの方に働きますよね。そうすると舌が喉の方に落ち込んで気道を圧迫します。この場合も一時的なものであれば口に貼る口テープが有効です。ここまでの話を聞いて鼻が詰まっているかアデノイド肥大があるか自分で調べる方法がないか気になりませんか？程度にもよりますが、まずは起きている間に鼻だけで呼吸を続けられるかどうか確認してみてください。またアデノイド肥大が大きくなって鼻を塞いでいるような場合は味覚が鈍くなっていることが多いです。例えば鼻が詰まってない人が鼻をこうつまんでお食事をすると本来の味がしないと思います。あれと同じような状態です。このようなことから口を開けて寝るといびきをかきやすくなってしまうのです。ここまでのお話は前々回と重複するところもありますが、もう一度おさらいです。まずアデノイド肥大がある人は口で呼吸をしているということ。舌や口の筋力が低下すると口を開けて寝るため、舌が喉の方に落ち込み、気道を圧迫してしまいます。ということは舌や口の筋力をアップし、鼻で呼吸するようにすればいびきは改善されるはずですよね。前回のいびき改善動画では舌の筋トレを中心に行ったので、今日は今から喉と口の筋トレを紹介していきます。まず口に空気をためてほっぺたを膨らませ、両手の中指と人差し指でほっぺたを押します。この時に空気が漏れないように頑張って口の中に空気をためておいてください。1回15秒キープして、これを6回繰り返していきます。口周りとほっぺたの筋肉を使って指と押し合うような感じです。3回目行っていきます。ほっぺたを押す角度ですが、斜め上方向に押すようにしてください。舌に圧力がかかるのが感じられると思います。4回目行っていきます。普段ほっぺたを膨らます筋肉ってあまり使わないのでちょっと大変だと思うんですけれども、ここを鍛えるといびきをかきにくくなるので頑張っていきましょう。5回目です。下がってしまった口の中の空間を奥の方に、そして上の方に押し上げるような感じで指で押すようにしてみてください。ラスト1回です。塞がってしまった喉の奥を押し広げるようなイメージで行うと効果的です。はい、お疲れ様でした。次は歯は噛んだ状態で、両手の人差し指で口を左右に引っ張って、口は閉じる方向に力を入れて
指は引っ張る方向に力を入れて反発し合いましょう。これを20秒間キープです。次は喉のエクササイズです。まず下を向いて舌を出して、そのまま上を向いて、上を向いてベロを出した状態で唾を飲み込んでください。これを10回繰り返していきます。これ意外と大変です。普段喉の筋肉がちゃんと使えてないのがわかると思います。個人差があると思うので、もしこれが早すぎると感じるようだったら、あなたのスピードでもう少しゆっくり行っていただいて構いません。そろそろ疲れてきた頃だと思うんですけれども、あと5回行っていきます。このエクササイズは喉を鍛えているのであって、舌のエクササイズではないので、舌を思いっきり出す必要はありません。喉の筋肉に意識を集中しながら行うとさらに効果的です。あとラスト1回頑張ってください。はい、お疲れ様でした。次は鼻から息を吸って、空気を上顎に押し付けるように圧力をかけていきます。ちょっと難しいんですけれども、やっていきましょう。この時ほっぺたは最初のエクササイズのように膨らませないで、空気の圧力だけ口の中にかけるようにして15秒間キープです。これを3セット行っていきます。画像でお見せできないのでちょっと分かりにくいと思うんですけれども、感覚としては上顎の後ろの方、奥の方ですね、の喉に近いところを空気で押し上げるような感じです。ラストもう1回行っていきます。15秒間息を止めなければならないので、息を吸うときには鼻から大きく吸うようにしましょう。はい、お疲れ様でした。次は舌を舌の前歯の裏側にカールさせて押し合って30秒間キープです。これが舌だとしますよね。そしたら舌先をこっち方向にこういうふうにカールさせて舌の前歯の裏側に当てます。こんな感じです。では30秒間キープしていきます。いよいよこれが最後のエクササイズになります。いびきをかかないで寝られるようになると風邪をひきにくくなりますし、周りの人だけではなくあなた自身の睡眠の質も上がってきます。いびきをかかないで寝ているあなたの姿をイメージし、あともう少しだけ頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。結構舌の付け根とか喉の奥の方が疲れませんか？このエクササイズをいつやればいいかなんですけれども、今回は道具を使わないので1日3回朝昼晩行うようにしてください。今日はいびきを改善する口と喉の筋肉を中心とした筋トレを紹介しました。鍛える部位が違うので、前回紹介した舌の筋トレと合わせてぜひ行ってみてください。普段口で呼吸する癖のある人は鼻で呼吸するようにするだけでもいびきが随分改善されますので、諦めずに今日紹介したエクササイズを毎日コツコツ続けていきましょう。チャンネルでは動画にしてほしい内容や質問を募集しています。またあなたのいびきが解消した方法もぜひコメントで教えてくださいね。高評価とチャンネル登録もしていていただけたらとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon!